時計メガネアクセサリーリコーーコドでございます今回はですねあのビジネス書 YouTube だからできるあのテレワーク営業術というあの菅谷慎一先生の本があります、まあ、その中でちょっとあの非常にあの感銘を受けた古紙がありましたのでそれをご紹介したいと思います今回ですねこういうですねあの 商売で最も大事なことは、常に新規客を追い求める営業姿勢ではなく、既存のお客様と長く取引をすることにあることを時代を超えて、あの、まあ、教えてくれるとその江戸時代のエピソードですね。まあ、その中で、あの、ちょっとのあ,れあの、ありますけど、一流の経営者は既存客を最も大切にする経営を行う。 まあそういう国もま手間に書いてますけど、あの、一度得られた縁を粗末にせず大切にする姿勢こそが、まあ私たちのね、人生全ての場面で威力をあの発揮するということでございますので、まあそれを目指してですね、私も頑張っていきたいと思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。